西武のスポンサーパーティーが27日、東京都内で開かれ、首脳陣、選手ら50人が出席したが、国内 FA 権を行使した山川穂高内野手は参加しなかった。冒頭の挨拶で後藤隆オーナーは、山川の女性トラブルについて一言お詫びを申し上げます。ご心配、ご迷惑をおかけしたと思いますと異例の謝罪。ご承知のように、山川選手につきましては彼の不祥事ということで、今季開幕数試合以降、出場停止としました。本人にはやったことを真摯に反省した上で、これからしっかりした道を歩んでもらいたいと続けた。もう人としてダメだろ。グループのトップがスポンサーに謝罪するなんて大問題。一番やっちゃいけない握手。西武に残れそうな最後の機会を失ったって感じ。セルフ戦力外の可能性も出てきた。何年間はお世話になった球団だし決裂したとしても誠意は見せてほしい。表に出てきて一言言えば少しは気持ちが楽になるような気がする。迷惑をかけた各方面に対して公のきちんとした場で謝罪をした事実はどこへ行くにしても必要だと思うな。何よりもきっちりと筋を通さないと誰からも支持されないと思うけど。何もしない NPB もそうだけど選手会としてもどうなんやろか。もう本人として解決済みの話ということなんだろう。今後の選手生命にも関わってくると思うんだが、このまま他球団に行って誰が応援してくれるんだろう。前例のないことだけにソフトバンクも判断に困るところ。時間と悩んでるふりで沈静化を待ってるとしか思えない。このままじゃ情けない。福岡に行きたければ行けばいい。ソフトバンクは本当に取るつもりなのか。一度も公の場に出て一切謝罪もないまま出て行った人をソフトバンクファンは歓迎するんか。こんな対応してたら取る球団もよくは見られない。この状況で山川を破格の条件で取りに行くソフトバンクはある意味すごい。前例のないことだけにソフトバンクも判断に困るところ。残念だけど山川は居場所がないと思う。山川は自業自得という言葉しか出てこない。